世界は海でつながっている。私たちの日本も海に囲まれ、古くから海と一緒に暮らしてきました。海なしでは生活できない私たち人類。さて、みんなはそんな海のことをどれだけ知っているかな？はあ、バーチャル YouTuber 君の宮と海が好きになってきているココンです。海が好きになってきている。はい、魚も愛してます。アイラブ FS T シャツも作ってます。何 FS って？フィッシュです。いや、省略するほどの文字数ではない、まあ、魚が好きっていうのは分かったんだけど。分かってくれましたか？そう、私たちの住む愛知県にある海の町蒲郡も魚を愛してやまない町なのよ。魚が資源の町だからな。ということで、みんなにも魚を大好きになってほしいので、今日はお魚の面白クイズやります。なんだって？ココンは、いいクイズと思ったら、いいねボタンを押して、このいいねパワーゲージを貯めてください。今日はいいクイズと思ったら、パワーゲージを貯めるんですね。わかりました。望むところでございます。まずはこちらをご覧ください。は？ちょうちんあんこ？うん、よく知ってるじゃん。まあな。実は深海に住むちょうちんあんこは、オスとメスでサイズが全然違います。あ、そうなの？メス約40センチぐらいに成長するのに対して、オスは4センチほど。メスでかすぎやんけ。オスは小さすぎ。かわいいね。そんなオスは、かわいいメスを見つけると噛みつきます。なんでやねん。ではここで問題。このオスはどうなってしまうでしょうか？なんだこいつ、なんで噛むんだよ。そりゃ噛みついたら怒られるよな。なんだろうな。わかりました。答えは、提灯でぶん殴られる。ブブー、残念。正解はメスに吸収されるでした。嘘だろ？吸収。そんな始末あるかよ。消えちゃうの？そうなんです。嘘。オスは脳も心臓も吸収されて、精巣のみが残ります。それでメスは産卵するんです。儚いね。儚いよ。儚いね。そんな歪んだ愛もあるんだな。広い深海ではメスを見つけるのはかなり難しくて、全く見つけられず一生を終えるオスもいるんだって。へえ、ちょっとこれようやく出会えて噛むからそうなるんじゃねえか？そうなのかな。俺もメスを噛むのやめとこうかな。あんた噛むの？おい、大きい声で言うな。吸収されるだろう。はい、では次はこちら。次の中で本当にある魚の名前はどれ？1、お母さん。お母さん。2、お父さん。お父さん。3、おじさん。急におじさんになったな。どれも嘘くせえな。普通に魚同士で呼び合うわけでもないもんな。違う違うね。人間だよな。つけたよな。お母さん。でもこういうのってさ、結局見た目から名前つけるじゃない。大体。だからそう考えると、1のお母さんってどんな見た目だ？いわゆる早く宿題やりなさいみたいな顔してるってことだろ？どんな顔？2のお父さんってのも、なんだ？母さん、ちょっと醤油取ってくれるかみたいな、そんな感じの顔。それもどんな顔？もう想像しにくいシチュエーションばっかりじゃん。となるとやっぱおじさんか。確かに、いかにも老けた顔してんだろこれ。わかった、答えおじさん3番。正解は3のおじさん。よし、できました。ココンの言う通り、見た目からついた名前です。ほら見ろ、長いひげがおじさんみたいっていうことでおじさんとなりました。あだ名の付け方と一緒だなこれな。そうだね、本当にひげ生えてるよこれ。ちなみに生まれた時からおじさん、メスもおじさんっていうことです。メスまでおじさんって同情するわ。なんかね、きっとふと出会った時にこう言われるんだろうな。あ、おじさん久しぶりです。おじさんじゃねえよ、角の卓上じゃねえよみたいじゃない。いや、どういう想像それ。魚にまず無理ツッコミの文化があるかも怪しいよ。分かんないよ。いや、あるだろうな。そんなことはしないでしょ。おじさんじゃねえよって。いやで、実はね、このおじさん、なんと値段が高いのよ。おじさんの値段が高いって、なんかなんだよそれ、なんか変な感じだな。それおじさまじゃねえかも。ちょっとなんかちょっと素敵なダンディーで素敵な感じに聞こえるけど、そういうことじゃなくて、刺身が絶品で内臓が臭いので注意とのことです。そこもおじさんか。おじさんの内臓の匂いなんか知らないです。ココは嗅いだことあるってこと？確かに内臓の匂いはねえな。では次の問題いきます。お寿司屋さんに行けば必ずあるマグロ。お、マグロ。魚は本来エラをパタパタして呼吸していますが、はい、マグロはエラが開閉しないのでできません。そうなんだ。うん、そうなの。確かに硬いからな、マグロあれ。だからこう水と一緒に口から酸素を飲み込んで、エラに送り込んで呼吸してるんだけど、ここで問題。お、問題。はい、呼吸のためにあることをし続けます。はい、それは何？あること。そのために、呼吸のためにあることをし続けてるの。呼吸ってことは空気だろ？そう。空気ってことは、吸って吐く。うん、そうそう。わかりました。どうぞ。おならをし続ける。違うわ。違うか、ちくしょう。なんでそうなった？どんだけ悔しがってんの？いや、正解は、はい、泳ぎ続けるでした。え？聞いたことない？魚って泳ぎ続けないっけ？体をね、休めてはいるんだよ。あ、そう。うん、でもマグロは生きるために寝ながらでも泳ぎ続けます。すごくない？確かに、あれみたいだね。たまに電車の中で立ちながら寝てる人みたいだな。苦労してんだな、マグロも。じゃないと死んじゃうからね。あ、そういうことね。泳ぎ続けないと、こう水と一緒に取り込む酸素が入ってこない。なるほど。止まっちゃうと、もうそれさえも。そう。止まっちゃう。大変なの。もう命に関わるから。な。だったら寝てでも泳ぐみたいな。なるほどね。なかなか大変な人生を送ってんだな。人生を送ってるよね。そんな一生懸命泳いで、美味しくなるって。そんなことを思うと。感謝しかないよ俺は。そう、感謝しないとね。マグロありがとうよ。なんで渋くなってんの？何そのキャラ。マグロ、あ、違うな、ちょっと。ということでクイズは以上です。ね、魚って面白いでしょ。好きになっちゃうでしょ。奥が深いね。ねえ、気になっちゃうね。これ好きになりすぎるとあんこみたいに吸収されないから怖いけどな。それはないと思うから大丈夫だよ。ないか。こういう魚を食べられるのも海があってこそ。なるほど。海を大切にしないとね。はーい。アイラブ OC T シャツも作ります。オーシャンね。だから略すほどの文字数じゃないのよ。OC。オーシャン。オーシャン。いいねゲージは？マックスでお願い。お、いただきました。ゲージ、はい、マックス。イエイ。イエイ。マチャキか。魚の問題は面白いね。ということで。他にもいろいろ面白い魚の隠された秘密いっぱいあるから、ぜひぜひ勉強してみてね。気になる、それ気になるでしょ。みんなもチェックだよ、チェック。ギョギョギョ。ということでまた次回。繁盛。